6月の16日金曜日、夜中の2時3分になったところです皆さん。はい、今日ですね、今日じゃないね、日が変わってるからさ、昨日だね。動画1本上げたんですが、株価の話したじゃないですか、ナスダックね。で、その中でね、今回もまあ当たると思うよとかね、一言まあ言ったんだけど、動画を上げた後さ、なんであんなこと言ったのって、言われてさ、自分であんなこと言ってハードル上げてね、外したらね、どうすんのって、かっこつかないよって、ね、かっこつくとかつかないとかっていうよりも、ね、そんな相場に対して、ね、こんな、なんていうの、当ててやろうっていうね、その、おごりが、ね、失敗を招くよって、ね、っていう風に言われて、まあなんで俺もあんなこと言ったんだろうなと思ってね、そんな今までたまたま当たってたくせにね、今回も当ててやるとかね、当たると思うよとかね、よく言えたもんだなと思ってね、自分でちょっとね、恥ずかしいなと思ってそんなこと言ってね、皆さん、だから申し訳ないんですが、言葉は忘れてください。本当に。すいませんけど。ね。まあ、当ててやるっていうかさ、努力してるから、ね。それだけは、分かってください。ね。舐めてるわけじゃないんだけどね、相場をね、もちろん。自分に気合い入れたつもりだったんだけどさ、動画上げて、よくよく、考えてみたら、ね。考えてみたらというか、誰に言われたのって話なんだけど、ね、もう一人の俺だね。ね、もう一人の俺。勇気に言われたよ。ね。お叱りを受けました、勇気に。もう一人の。ね。だから、ちょっとあんなこと言ってな。あ、失敗したなと思って。ね、皆さん。だけど、努力するから。ね。はい、ということで、まあ、あの件はですね、あの言葉はちょっと忘れてくださいって思います。はい、ということで、皆さん、今日はですね、ビットコインがもしかしたら上がるのではないかっていうようなニュースもね、出てきたので、ブラックロックのちょっとそれも話しながら、ビットコインと XRP だけちょっと話していきたいと思います。チャートはね、でニュースを、最後に話して終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今の時間の、これビットコインのチャートの日足ですね。赤いところまで落ちてきてるね、これね。こうね。はい。これ下潜ってるのか何なのかさ、ね。まあ潜ってるような感じもあるんだけどね。これね。まあだけどこういうのはあんまり関係ないかもしれないけどね。だいたいここら辺ってことだからさ。ね。この赤い線っていうのはね。はい。まあ、ちょっと時間かかるよねって話だね。これね。ここ出るまでにね。これだけ引っ張ってこなきゃいけないからね。横に動くか、ね、真上にバーンって上に抜いてくるしかないからさ。真上に抜いてくるっていうのは、まあ相当な、買いが入らないと抜いてこれないでしょ。っていうふうに思っちゃうよね、やっぱね。だから時間をかけて、この下落のトレンドをね、脱出するしかないと、ね、いうことなんですけど、ね、まあここから上がってほしいと思う方もいるかもしれませんけど、こちら俺はどちらかというと下がってほしいなってことは思ってるのでね、まあどっちもいいんですけどね、ね、はい、ということでビットコイン、終わりにしたいと思いますね。ちょっと時間かかるんじゃないのって話だね、抜けるにしても、はい。はい、XRP 見ていきますが、これが、2024年の4月、この白いラインですね。半減期が、まあ、来る、月なんですけど、で、今が6月じゃないですか。ね。で、過去の、ここの6月ですね。こう、こうじゃない。こう。ここが6月ですけど、これ似たようなね、チャート作ってるんだよね、今とね。ここと、あと、こっちとね。ここね。あ、ここか。
ほら、うん、だからまあ調整するって言っても、まあ高校ね、あの上つけてからまあ、うん、この高校はここになってるから ここかここって言ってもあれだよね、あの分かんないよね、 0.23 から0.32、 0.2 だから 0.1 ぐらいだね、大体ね、うん、ってなると、うん、ちょっとこれ邪魔、0.1 だから 0.5 から0.53 0.43、うん、ここら辺だね、この真上からこの下のオレンジのあたりまでだね、やっぱ落としてもってことになるね、調整するって言ってもね、うん、だからまあこう、うん、ここぐらいまであたりだってことだね、要するに一応あの過去の調整を見るとね、うん、紫の上限から紫の下限までって感じだね、この四角の紫のを調整するみたいな、うん、感じで、あとはまあこう上がっていくみたいな感じだね。ちょっと、うん、こう、あ、まあこれがもっとこっちになるんだけどね。うん。っていう感じになるのかな。うん。ここが4月でしょ。うん。そうだね。だからこの三角の持ち合いの中を、まあ、うろうろとね、していきながら、まあこの斜めはキラなんで、このオレンジ、黄色い線は。で、まあ普通に下げて、うん。このオレンジの、あ、黄色い ?0.427。あたりまでじゃないのかなみたいな感じですね。まあ本当にそうなるかはちょっとわからないけどね。その調整幅がどのぐらいかなと思ってさ。で、最後に、で、最終的にはまあこうやって上に行くんだな。ね、この上の方まで。っていうのが、皆さんに紹介した、まあ長期的な値動きの予想だよね。はい。じゃあ XRP は、ニュースがあるんでニュースいきましょう。はい、まずはビットコインの、ね、ニュースからいきますけど、 ETF ですね、皆さん、あのブラックロックがなんか申請したとかいう話で、今日じゃなくて、16日の、記事になりますけど、うん、なんでこんな時にさ、あれなのかね、申請が通るのかね、大体ね、あのコインベースね、うん、SEC とあのやってるじゃないですか。うん。ね。どっから読もうかな。どっからってか短いな、これ。資産運用大手ブラックロックは15日、ね、暗号資産ビットコインの現物に、投資する上場投資信託 ETF の承認を申請したと。うん、米証券取引委員会 SEC への、提出文書によると、ETF は iShares Bitcoin Trust と呼ばれ、資産管理を担うカストディアンに暗号資産交換、業大手コインベース参加のコインベースカストディを起用する。SEC はこれまでビットコイン現物 ETF を承認したことがない。うん、そうなんだね。うん。現物に、うん、現物、うん、先物じゃないってことだね。
こんなん通るの大体ね、普通になんか通らないと思うんだけど、皆さんどうですか。コインベースだって最近提訴されてるじゃんね。SEC は、 SEC はじゃない、逆だね、 SEC に、そんなの承認すると思うよ大体って感じになっちゃうんだけど、普通に考えてどうなんでしょう皆さん。だけどね、このねニュースを受けて、ビットコイン15日の取引を 2% 高で終了したって、ね、不思議だわ、なんでこういう行動に取れ、まあ別に行動するのは自由だけどさ、ね、この承認が通るというなんか話でもあってやってんのかな、じゃなきゃ普通に通らないと思うよ、っていうのはなんか一般的な考えじゃないって思うんだけどね、SEC に提出されてんだから、コインベースがね、はい、不思議だわ本当って思います。はい、はい、続いて XRP ですね。オーストラリアの仮想通貨取引所で USDT 建てで上場しました皆さん、ね、新しい XRP 取引ペアである XRP-USDT ペアがオーストラリアのトップ暗号取引所である BTC マーケットに上場したということです皆さん、ね、オーストラリアで最初で最大の仮想通貨取引所だってよ BTC マーケットは、ね、はい、ということで XRP 良かった、ね、だけどまあ反応ないんだけどね、あんまりね、あんまりってか全然ね、相変わらずこういうのはね、はい、はい、それでは皆さん、ビットコイン、最後に見てね終わりにしたいと思いますけど、ブラックロック効果で、ね、これが上がったってやつかなね、まあどうせだったら俺は下げてもらった方がいいんだけどなね、どうせ半減期が来ればさ全部上がるんだからね、大体のものはね、はい、ということで、今日の動画は以上になりますけど、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。また明日会いましょう。ありがとうございました。